カントリークラブで始まったイベントには中部プロゴルフ協会所属のプロゴルファーやカントリークラブのアマチュア会員ら合わせて54人が参加しました参加費3万円のうち2万円が能登半島地震の被災地への義援金に充てられるということで総額およそ100万円が石川県ゴルフ協会に寄付される予定です。中部プロゴルフ協会会の桑原勝則会長は義援金について 一番大変なところに行き届けばなどと話していました。